ユハース・ロランドは、ハンガリー・ツェグレード出身の元プロサッカー選手。元ハンガリー代表。現役時代のポジションは、ディフェンダー。地元クラブでプレーを始め、1999年に、MTK ブダペスト FC で、プロデビュー。2002から03シーズンには、リーグ優勝を達成した。2005年8月29日、RSC ・アンデル・レヒトに移籍。加入者年度で、 リーグ優勝を達成すると2006 0 7シーズン、2090シーズン、201112シーズンの計4度のリーグ優勝を経験した。2009年にはリーグ最優秀ディフェンダーに選出された。2011年にはスコティッシュプレミアリーグのレンジャーズ FC とセルティック FC が相次いで獲得オファーを出したが、いずれもアンデルレヒトが拒否し、移籍は実現しなかった。 2013年2月19日、ビデオトン FC へのレンタル遺跡が発表された。2004年4月25日のサッカー、日本代表との親善試合で、ハンガリー代表初出場初ゴール。2012年9月7日の 2014FIFA ワールドカップヨーロッパ予選、アンドラ戦でゴールを挙げ、5から0の対象に貢献した。2016年5月31日、 UEFA ユーロ2016のメンバーに選ばれた。グループステージのアイスランド戦とポルトガル戦に出場した。2016年7月5日、代表からの引退を表明。MTK ブダペストアンデルレヒト、ありがとうございます。